お前この頃ちっとも村で遊ばないんだな。ペーターは恩師のとこへ来た変な子がいいんだよ。ああハイジとかいう子か。なあそうだろ。変な子じゃないよ。変な子に決まってるよ。あんな恩師のところにいるんだからな。違うよ。違うもんか。恩師みたいにもじゃもじゃのヒゲでも生えてんだろ。生えてなんかいないよ。そんなのと遊んでると、お前ももうじきもじゃもじゃのひげが生えてくるぞ。え？バカだな、お前は。なに？もじゃもじゃひげのペーターやおはよう、ペーター。今日も頼むよ。うん。あの子は、ハイジはどうしてるの？ヤギ飼いになりたいって言ってるよ。ヤギ飼いに、まあ、行くぞ。あの子も気の毒にね。恩師に子守押し付けられてさ。チラッとま、おはよう。
人か。あ、私にもやらせて、おじいさん。私、ペーターに負けないヤギ会になることに決めたの。おお、だが乳搾りは。できる、できるわ。どうかな。できるわよ。これじゃハイジにはお椀の必要がないな。だってシロが動くんだもの。ああ、見ていると何でもないようだが案外難しいだろう。大丈夫、今度はちゃんと絞れるわ。あ、シロ、じっとしてるのよ。今度こそ。熊のやつ焼き餅焼いとるんだろ。焼き餅？ああ、熊も構ってもらいたいんだ。あ、シロどうしたの？どうしたの熊？ねえ、あ、おじいさん助けて！おいよしよし。ああ、いったいった。やっぱりわしがやろう。さあ、クマ。もうちょっとだったのに。あ、ペーター、おはよう。おはよう。Wenn wir zwei spazieren gehen aus der Stadt.Übers Land, wir singen mir auch miteinander, ein herziges Lied fürs Gemühe. Ohne Wunde, o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 hne Wunde.ユキちゃん、遅れちゃダメよ。聞こえた？聞こえたでしょ？口笛鳴ったでしょ？そんなのまだまだだよ。鳴ったわよ。今本当になったのに。先行っちゃうの？あ、待って。ドドドドドドド。その頃、おじいさんは久しぶりに山を降りる支度をしていました。おじいさんは高いところに生える硬い木を材料にして作ったお椀やスプーン、それにこれも自分で作ったチーズなどを持って村へ下り、それと引き換えに帰りにはパンなどを仕入れてくるのです。さてと、じゃあ行ってくるぞ。いいな、ヨゼフ。お弁当にしようか。あら、もうお昼？ほら、太陽が真上だ。キッチー、ご飯よ。へえ、分かってるな、ピッチー。Ha ha ha ha!
そうだわ、集めなくても数を数えてシロとペーターのヤギを連れていけばいいんでしょ。まあそりゃそうだけど、私やるわ。って言ってたじゃないか。でももうちょっとのところだったの。チェッ、勝手にしろ。できなくてお乳が飲めなくても知らないよ。口笛だってまだまだのくせに。だから教えて。ねえ、絞り方教えて。無理だよ。ならいいわ。今日はパンもチーズもあげない。そんな、仕方ない、教えてやるよ。よかった。久しぶりだな。お前、恩師の息子と親しかったろ。なんで声をかけんのかね。いや、何もわざわざ不愉快な気分にさせられることもなかろう。まあ、そうだな。あんた、あれも恩師よ。恩師が山から降りてきたわよ。あの子も一緒かい？一人よ。あんな小さな子を一人にして降りてくるなんて。恩師だよ。え？本当だ。よう、お隣さん。相変わらず達者のようですな。こら、牧師さん、あなたこそ。どうです、たまには教会へ寄っていきなさらんかね。いや、急ぎますのでな。なんて男だ、あの罰当たり目が。かわいそうに、ハイジャほったらかしかね。だから出てに行ってやったんだよ。恩師なんかに預けるとひどいことになるって。いらっしゃい。しばらくだね。いつものパンだね。そうだ。おい、いつもの。どうだね、山の上は。じゃ、これで。違うな。え？数が違う。いや、このチーズならこれだけだよ。なんだと？わしは山におっても数を間違うほど猛力はしておらん。いいえ、ちゃんと数は合ってますね、あんた。あ、そうだ、パンの値上げはこの前恩師が来た後だったからな。あ、そうそう、アルモ恩師はたまにしか来なさらんから。なるほど、たまにしか来ないからごまかそうってわけなんだな。いいえ、そんな。この店は夫婦揃ってインチキをするつもりか。インチキだなんて、いくら恩師でも言葉が。わしらはこれでも正直者で通ってるんだ。嫌なら売らないだけだよ。分かった、分かったと。もういい。マイエンフェルトまで降りればパン屋はいくらでもある。もうここには頼まん。ひどいじじいだ。遊ぶまでひねくれてるとは、まったく。ベルフリ村
ーのパン屋と喧嘩をしてしまったおじいさんは、遠いマイエンフェルトの町までパンを買いに行きました。そこには村と違っていろいろな品物がどっさり店に並んでいました。やっぱりまだ私ヤギ飼いにはなれないわ。え？口笛だってならないもん。パンを買うのさ。そう、あのパンを。
おお、ヤギの大将。あ、やっぱり村行ってたんだ。ハイジも戻ったのな。そりゃ戻ったよ。そうか。おとなしくしててね。いっぱいお乳を絞っておじいさんをびっくりさせるんだから。さ、それよりすぐご飯にしよう。今日は町でおいしいパンや干し肉をどっさり買ってきたぞ。ほんと？それからほら、お土産だ。わあ、ありがとうおじいさん。おいしそう。ちょっと舐めていい？おお、いいとも。甘い。舌が溶けちゃいそう。さあ、あとはわしがやるから手を洗っておいで。うん。ハイジは本当にもうすっかり山の子です。そして今のおじいさんにはハイジのいない山の生活など考えられなくなっていました。山はこのところ風の強い日が続いています。秋がもうすぐそこまで来ているからです。山へ行くことを禁じられたハイジはおじいさんのチーズ作りを手伝うことになりました。ハイジは山のことなどすっかり忘れてしまいます。ところが山へ行ったはずのユキちゃんが一人で帰ってきました。ユキちゃんを山へ連れ戻そうとしたハイジの耳に風になるモミの木の音が聞こえてきます。次回はモミの木の音、お楽しみにね。